やっていきたいと思います。裏、ここの裏ってことは強制スクロールのところをどのようにするかで、時間はそんなに強制やから、時間は強制スクロールだから、うん、急がなくていいだろうっていうのと、好きなんやってね、やっぱ僕追いかけられるのが、うん、そういうステージですね。追いかけられるんですかね、裏も。でも確か追いかけられたよね、パックンフラワーも。パックンフラワーはウールワールドやね、だっけあれ、追いかけられたの最初、忘れちゃった。あ、追いかけられてないわ、追いかけてったやつや、よし、ロボヨッシーで。何言ってるの、本当に本当にそうです。ここのこれってさ、高く飛べそうなのに飛べんってないんやけど、あの丸いのどういう風に判定して、あーもういる、危ない危ない、焦ってるやん、その焦ってるヨッシー転ぶをコポチを投げるというね、ひどいひどい人。あ、ラクダや、あれが探し物なんでしょうかね。焦ってるコポチを投げる、それね、表の面ではこんな投げる余裕がなかったんですけど、コポチは無制限ですし、さらに投げれますよね。卵だとここがしても投げたく、表の時は投げれなかったけど、これストックを使っても全然卵で取りたいものってないんで、全然そのスペシャルフラワーとかコインとか赤コインとかないんで、全然コポチを置いた、コポチでコポチを捕まえ、コポチを投げる、怖い、コポチを投げる、何回もこれ表の仕返しができちゃってますね。簡単やん、表より簡単やん、やばい、あれどうやって登らんすか、登らんでいいか、コポチへね。泣いてるぞ、あ、いたいたいた、簡単、来たか来たか、あー来た、しまった、上行っちゃったよ、避けれるか、避けれたか、この的をさ、なんかここまで持ってかなあかん気してるけど、そうじゃないんですよ。はい、びっくり、紹介、これ早くならんのか、なるね、多分ね、なったもんね。あれ、どこ、これ早くなるんか、そうやな、結構もう序盤で3匹集まっちゃってますし、4分ギリギリなんて、もしかして、あ、でもここまでか、あ、やばい、追いつかれてるし、ダッサ、早かった、あんなに短い期間じゃないよね、追いかけられる、あの早くなる期間が、取ったな、タイム戦でも引き連れてるじゃないですか、ありがとうございました。じゃあ探し物行きたいけど、ある程度探し物は難しくないと僕の意味がなくなる、存在理由が。1個前にやったプレイランド、オーシャンランドかは簡単でしたね、探し物は。さて、サンドランドの探し物は難しいんでしょうか、やっていきたいと思います。